3球目できればこうストライクを入れてそして勝負をしてほしいという、まあ、そうなんですけどね、はい、まあ、稲葉君も、ね、やっぱり相性がいい、はい、まあ、自分の調子がいい、やっぱボール見えてるんで、ね、ボール球振らないですよね。今日はご両親もスタンドに観戦に詰めかけています。ライトの前に落ちる、タイムリーヒットになるか、突っ込んできてセーフ、タイムリーヒット、稲葉篤紀2000本安打はタイムリーで決めました。1回の表北海道日本ハムファイターズ、稲葉篤紀2000本安打、ライトへのタイムリーヒットで達成をしています。非常に綺麗なヒットでした。そうですね、本当にいい場面で打ってたし、ただノースリーから思い切って打ちましたね、はい、はい、いや本当に何かプレッシャーを全く感じていないかのように全くこうブレークがかかることなく2000本に来ましたね。そうですね、非常に稲葉君らしいヒットでしたね、はいはい、まあ、星野監督本来であれば、まあ、こう胴上げしなければいけなかった、だけれども胴上げができなかった、その楽天戦の時に、まあ、することによって何か、まあ、星野監督に対する思いも、ね、表現できるのではないかというふうな話をしていましたけれども、稲葉篤紀今花束の贈呈が行われています。まあ、2年間同じチームでプレーをされた鈴木さん、稲葉選手のこの2000本安打の瞬間いかがですか。いや本当に今日ね、たまたま解説やらせてもらってこういう、すごいことに見ることができて非常に感動しています。はい、ご両親もね笑顔で拍手を送りましたが、普段の稲葉選手というのはキャラクター